それで今日のご飯赤クッパ、赤クッパですね。韓国料理ですよね。初めて食べますけども、赤いクッパ食べていきましょう。これ肉とか野菜がたくさん入ってます。うまい。ナムルも入ってるんですよね。レモンと牛肉、そしてこちらちょっと辛いです。これはあれだな。クッパとか食べたことあるけど、赤クッパっていうのは初めてだ。辛いものはね、割と好きなんで、自分的にはぴったりかな。
この東京のところがたまらん。カレーとはまた違うんだろうな。今日はちょっとおかしらに食べないから今日食べる。全力でいきます。すごい。すっごい見えるでしょ。でもやっぱパシリ食べないとダメだな。パシリ食べとこう。これは名古屋がすごかなりビリビリしてた。やっぱ、クッパには牛肉
高いよね。定食とかあればしまいだね。もうないよ。今日もごちそうさまでした。